こんにちは、ライフナビゲーターの桑田和子です。今日もこちらの本を読んでの感想ライブを行っていきたいと思います。こちらは江崎道夫さんが書かれた日本人が知らない近現代史の巨毛という本なんですけれども、近現代史というのが学校教育でもあまりしっかりとされていなかったり、大人になった私たちもそんなにこう断片的にしか知らなかったり、すごく昔の教育の記憶のままで、更新されていなかったりするんですが、この一冊を読むとね、結構第二次世界大戦前ぐらいから、どんな風になってきているのかっていうのがとても分かりやすいのでおすすめです。今回は第6章ですね。第6章はベノナ文書と米国共産党調書というタイトルなんですが、なんかこうあんまり聞いたことないかもしれないんですけれども、欧米の先進国には30年ルールっていうのがあるそうなんですね。それは一体何かというと、作成後30年経った重要公文書、公の文書ですね、それを国立公文書館というところで永久に保存して原則的に公開をする、請求があったら原則的には公開するということなんですね。で、その公文書の中には外交とか軍事作戦に関するものなどもあって、そのやってる最中はもちろん公開できないんですけれども、30年経つと一応一世代ぐらい経っているので、公開をして、その公開することによって公の利益、民の利益になるという考えなんですね。で、じゃあ日本はどうなのかというとですね、そもそも公文書を保管するルールも不十分であるし、情報公開制度もちゃんとしていないっていうことなんですよね。ちょっとそこをね、本当に何とかしてほしいなっていうふうに思いました。で、ソ連ですね。ソ連はどうなのか、ロシアですけれども、ソ連は1991年に崩壊して、冷戦が終わってですね、エリツィン政権になりました。ロシアになってエリツィンさんの時代になりました。で、その時にソ連時代の国際共産主義の対外工作、いろいろこうスパイ活動とかそういうことをやっていた文書が公開されたんですね。本当にこれから民主主義の世界になっていくっていうので、ソ連が崩壊してロシアになって、そういうふうに公開されるようになったんですね。で、そこで一つすごく重要な文書が発見というかあったのを、アメリカの研究者とかが調べていくんですが、リッツ・キドニー文書と呼ばれるもので、それはね、なんとですね、アメリカの共産党のオリジナルの文書がモスクワに、ソ連のモスクワに隠されていた。オリジナルがですね、アメリカの共産党の、文書が、機密文書がモスクワに隠されていて、ソ連時代それも誇りをかぶっていたんですが、ロシアになってエリツィン政権時代になって公開されて、アメリカから研究者が行って、それをこう研究を始めたんですが、なんと結構なすごい量があってですね、その文書一体何かというとですね、アメリカの中にある共産党がどういうふうにやっていたかっていうことなんですが、その量がなんかこう書いてあったので見ると結構な量で、ちょっと待ってくださいね。モスクワで公開されたリッツ・キドニー文書というのはですね、なんかこう文書館のスタッフが持ってきたんですが、なんか一部ですよみたいな感じで持ってこられたのが、ごく一部だけと言われるものがいくつもの台車に積まれて運ばれてきた。で、それが結局全部で4300以上のファイルだったっていうことなんですね。そこからこう研究が始まっていってですね、で、アメリカの方も、ベノナ文書っていうのがあって、それがこう、また研究公開されて研究が始まるんですが、アメリカにあったベノナ文書っていうのは1940年から44年の間に、在米のソ連のスパイ、アメリカにいるソ連のスパイが本国とソ連とやり取りをする、もちろん暗号なんですけど、それをアメリカ軍が傍受して
FBI とイギリス情報部の協力を得て解読した文章っていうことなんですね。でそれが、まあ、公開された記述とかもここに書いてあるんですが、結構アメリカの議会の中でこう攻防というかいろいろあって公開に至るっていうことなんですが、まあ、私も一応その解説というか持っております。これですね、ベノナ中西照正さんが簡略されてるんですけれども、そうですね、解読されたソ連の暗号とスパイ活動、ちょっと結構分厚いですね。でこういうものがあの世に出ることによって、そういうことだったのかみたいなことがいろいろ分かっていくんですね。で日本はどうなのか、日本はそういうこう何でしょう、共産党がいろいろ活動していたのを分かっていなかったのか、どうだったのかというとですね、日本も2001年戦前戦中の機密文書の情報公開が始まったんですね。で公開されたのを見ていくとですね、ルーズベルト政権の中にソ連のスパイが入り込んでアメリカの外交を歪めてるんではないかということで、日本の当時の日本の外務省とか内務省の中ではね、そうい う, こう問題意識を持ってすごく調査したりとか報告書も作成してたっていうことなんですね。でその報告書が、まあ、大きなもので、4つあるらしいんですけれども、その大きなものを4つ、もちろん報告書ですから報告を上げてるんですが、で当時の内閣とかあの陸軍とかの中にも実はソ連のスパイが入り込んでいてですね、その内務省とか外務省はすごく問題意識を持ってそういう報告書を開けている人がいたんだけれども、それはごく、まあ、機密文書なのでそんなみんなが知ることはできなくて、まあ、ごくごく一部の上の人たちがこう受け取っていたんですが、結局その内閣も陸軍も耳を傾けなかったということなんですよね。まあ、実際そこの中にもソ連のスパイとか、親ソ派、ソ連にシンパシーを感じる人たちとかがいっぱいいて、結局耳を傾けなかったということなんです。でですね、その中の一つ、まあ、その報告書の一つがこちらです。米国共産党調書、これ、まあ、それをまとめた江崎さんがまとめたものなんですけれども、これね、なんか帯のところに書いてあるのが、現在進行形の共産主義の脅威に立ち向かうための必読書ということで、皆さんよかったら読んでください。はい、こちらは今江崎さんがこれを英訳するプロジェクトを進めていらっしゃるということなので、英訳されたら、まあね、英語圏でこう広まっていって、まあ、日本の外務省当時こんなことまで分かっていたのかっていう驚きが、ね、広がるんではないかと思います。まあ、ここまであの詳しいものをちょっと読むのは大変だなって方はこちらの本を読んでいただけるといいかと思うんですが、その第6章の後半はね、どんなことが書いてあるかというと、日本がその第二次世界大戦に、太平洋戦争第二次世界大戦に入っていくその前のところですね、前のところで、ソ連がいろんなこう企みをしていたということがだんだん分かってきていて、その話が詳しく書かれています。もうちょっと本当にびっくりっていう感じなんですが、まあ、なんでしょうね、やっぱりこう一つの国の中でも決して一枚岩ではないし、あとやっぱ戦争前とかってなると、まあ、戦時中もそうですよね、すごい情報戦ですよね。今のこうロシア、ウクライナを見ていてもものすごくこう情報戦があって、それでこうどんな風に民衆の心を動かしていくかっていうのがすごく大事で、その第二次世界大戦前、太平洋戦争に入る前もアメリカでね、ソ連からの共産党の、スパイというかそういう人たちがですね、アメリカで反日感情をこうすごくこう煽っていって、で、まあ、大国同士を戦わせようとしたっていうことなんですが、まあ、なぜそんなことをしたかっていうと、まあ、1919年のコミンテルンのができて、こう世界中にいろんな共産党の、ね、組織ができていくっていう流れをね、また何かのきっかけがあれば読んでいただきたいんですが、その中でね、まあ、レーニンっていうのは世界の共産主義化
を測っていたんですね。もうすごいなんか賢いなって、やり方がすごい賢くて、パッケージ化されてるんですよ、もうやり方が。で、まあ、各国でその共産主義をね、こういくら言っても、イデオロギーで民衆の心を動かすことはできないというので、その中に入り込んで、で大国同士を戦わせる、で混乱を生む、で混乱が生まれるところにそこにこうつけいっていって、つけ込んでいくというかね、まあ、そういうやり方なんですよね。それは今も同じように続いていると思うので、自分たちの国を守るとか安全安心を守っていくためには、そういう混乱が起きないようにしないといけないし、情報戦によって簡単に乗せられてはいけないしっていうふうに思うんですが、それをこうやっていくためには相手がどんなやり方をするのかっていうのを知らないといけないと思うんですよね。共産主義とかそんなのはダメだとか言ってるだけではダメで、どんなやり方をしているのかっていうのを、まあ、よくよく知ることによってそれを防ぐことができたりとか、反対にまた何でしょうね、そのなんかプロパガンダ的なのを潰していくこともできると思います。それは本当に現在進行形なので、そのあたりも注意して見ていきたいと思います。はい、では今日はこちらの本の第6章の感想をお話ししました。ぜひとも読んでみてください。ではでは。